皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズベイくんです。食べないと死ぬ3実況いきます。よろしくお願いいたします。なんと3までやってまいりました、このゲーム。さあ今回はどんな変化があるのか。2の時にはね、実は正直ねあんまり変化がなかったんですけども、3はね何かが変わってるんではないかと私信じております。というわけでいきましょう。早速食べていく。すごめんやんけ、俺の一番大好きやったやつやんけ。2でな、2で一番大好きやった消すゴム消していきましょう。うん、よし、運命を感じる味だった。さあ続いて、おキャベツ、まあこれも普通ですね。まあまあこの辺はね言うてもいつも通りでしょう。消しゴム食いすぎやねんな、いくらなんでも。美味しいのわかるよ、美味しいのわかんねんけど。ダンボール、オッケー。え、48高いな。ちょっと結構最初ぐらいは頑張れたよね。40引いてからの出たよ、鍋の蓋。前もなかった。食べましょう。OKOKOK、いいぞいいぞいいぞ。歯ごたえ抜群。そう、歯ごたえあるもんだね、この主人公。めちゃめちゃ好きやねんな。豚かー。結構やばいな。食べない。うん。頑張ろう、最初ぐらい。お、なにこれなにこれ。砂消しゴム。消しゴムのバリエーション増やさんといてくれる？思考、俺の思考が増えていく。でも、あんま良くないや。砂消し皆さん知ってます？なんかね、ボールペンとか、色鉛筆か。あの辺を消したりするのに使ったよね。最近と使うんかな？ちょっと覚えてない。わからんけど。食べよう。消しゴム大好きなんで。よし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 。OK。何か思い出す味だったの。昔使ったよね。石か。石も、前あったよね。じゃ、ちゃうのちょうだい、ちゃうの。3で初めてね。お、来た！なんか文具好きやな。それでしょ。そして文具のね、危険度毎回低いのなんでなの？食べましょう。文具がこの世界では一番美味しい、そういうやつか。これ何俺、あ、鈴カステラ、懐かしい。これ皆さん知ってます？っていうか、なんでこんな危険度高いの？めちゃくちゃ美味しいで、これ。鈴カステラに謝ってくれる？食べましょう。オーケー。いい感じ。さあ次。ラフランスちゃう？ラフランス、じゃ、ねえのか？このセリフ知ってる人皆さんコメントください。というわけで食べましょう。 OK、 いいね。あ、洋梨だ、ごめん、間違えた間違えた。洋梨じゃねえのかっていうセリフね、知ってる人はコメントください。さあ砂団子、なんかあれやな、子供の頃思い出すような、品物が多いね。泥団子、ごめん、泥団子やね。泥団子とかよう作ったもん、ちっちゃい頃、幼稚園ぐらいの時かな作った。めっちゃ好きやって、これ作るの。タコ、タコ一応食ってみよう。いくぞ。オッケー、いい感じ。確率が結構味方してるぞ、今回。タル、いや、タルは前あったような気がするな。これいけるね。いきましょう。よしよしよし、いいね。ここまで回復できたのはかなりでかい。鉄砲魚を食べるには少し危ない感じがする。無理、鉄砲魚って。水ピューって吐くんかな？なんかそんな気するな。食べましょう。あら！オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。さあ次。何こいつ、気持ち悪いぞ。ゴンゼイ。何こいつ、ゴンズイ、おたまじゃくしちゃうの？何ゴンズイって、ちょっと怖ない？口んとこ見て。イソギンチャクやったっけみたいになってない？食べない。怖い。気持ち悪い。でかさなんなん、おたまじゃくしみたいな。かわいい。ズグロモリモズ。ズグロモリモズっていう名前にされたらどうする、自分が。嫌やんね。ズグロモリモズやね、俺の名前っていう。自己紹介あんましたくないから、この子かわいそう。命の危険感じるんで食べませんでした。豆腐、これはうまいやろ。行きましょう。目が離せない。トン、オッケー、ええー、感じ。さあ次、シューズ、スパイク。スパイクはなんかあのトゲの部分刺さって死にそうっていう、これ前もあったような気がするな。食べない。オッケー。さあ20日ぐらいから前もねすごいの出てきたから、ホッチキス、文房具来ました。文房具の世界に舞い込んだよ、私は。さあ、これは覚悟を決めてみましょうか。針が刺さるのか？行くぞ。ドン！よし！確率の味方っぷりが半端ない。扉が前もあったね。いや、35は怖いなぁ。でも、食べな死ぬんで、そろそろ。食べよう。頼む！いやぁ、死んでもうた。どんな死に様かちょっと楽しみやね。行くぞ。せーの、ドン！25段も食べられなかった。筋肉番付してんのか、お前。そんな飛ばんで、モンスターボックス飛ばんでええから1段2段で我慢しとけ。ねえ。さあ、14日目。鉛筆は余裕です。文房具は私大好物。さあ、15日目来たぞ。飛び箱か。
これでもう一回死んだら嫌やけど、食べましょう。よし、トビ箱のトラウマを乗り越えていく。これがモンスターボックス。さあ、恐竜162ってあんた、絶対殺されるやん。ティラノサウルス、絶対に食べられない。食べないじゃん。私は素直に従います。さあ次、17日目、牛。牛はやめとこう。ちょっとね、珍しいので死にたいっていう思いもあるから、死を目的としたゲーム。来た。ナフラ来た。子供思い出すね、マジでこれ。つけ取った、つけ取った。これ、肩につけてるやつとかおったよね。なんでそんなとこつけたんですか？自己アピールせんでええねみたいな。そういうやつですけども。行きましょう、食べましょう。よし、オッケー。安全ピンが刺さったとか、なりそうでしたけども大丈夫。さあ、19日目。医師、これは拒否しましょう。これは拒否って、さあ、来い。20日目、ドン！なんだこれは、黒板。黒板食いたい。食わなければ死ぬ。食わなければ死ぬ。そして、食っても死ぬ。どっちでも死ぬ可能性が高いが、それならば食って 26% にかけよう。行くぞみんな。食べる。ドン！ダメです。でかすぎて飲み込めなかった。何の工夫もないオチでございました。皆さんごめんなさい。さあ、鉛筆は 9% 余裕です。オッケー。文房具が一番この世界で美味しい。いやー、気持ち悪い。気持ち悪いよ、イナゴ。このね、わかるよね。わかるやんね、みんな。気持ち悪いよね、この辺。バッタとかもね、バッタまだいけるわ。イナゴと、この、か、うわ。やべ、食ったわ、でも。ごめん。食った。イナゴってめちゃめちゃなんか食い散らかすキャラクターやったよね。そういえば、こいつが大量発生したら、世界終わるみたいな、ようあったよね。三国志でようあったけど。キノコはくまん。キノコはでかいのはくまんやん、俺、さすがにね。チョコレート、オッケー。チョコレートは熱い。食っていきましょう。さあ、続いて、15まで来た。ニワトリはチキンにして食おうぜ。チキン、いけ。ダメな。なんでチキンにしようや。どういう死に方かでも気になるな。さあ、行くぞ。せーの、ポン。ポン。トサカが引っかかって飲み込めなかった。飲み込めない系好きやな。ねえ。いや、砂消し来ました。食べましょう。オッケー、いい感じ。これで一回死んでみたいねんけどな。次、昆布 12% 大丈夫。オッケー、採用。きたー。延長コードがなんか知らんけど 3% っていうね。この世界どうしちまった。そういうところでございますが、さあ食べていきましょう。さあ次、なんだこいつ。ダツダツってなんか聞いたことあるぞ。ハンターハンターでね、ハンターハンター知ってるみんな。こいつをね、なんか使う敵がおった気がする。ダツ食べたい。行くぞ。ダメでした。しかしこれ死に様が気になる。行くぞ。勢いよく突進してきた。次刺さった。そのまんまでした。ごめんなさい、皆さん。なんかね、ハンターハンターで、ダーツとダツかけたキャラがおって、敵でね。で、そいつとキルアが戦ってた気がする。あのね、戦いめっちゃ好きやったから、ぜひ見てほしいね。あれはキメラアント編か。そう、キメラアント編であったからね。何の話やねんって話になってるけど、めちゃめちゃおすすめする戦いでございます。てか、キメラアント編ね、あの話はすごいよ。ぜひ見てほしい。というわけで、次行きましょう。出た！モンスターボックス旅箱やから、これちょっと怖いから、やめとこう。30分はね、もう8割と。おい、なんだこいつ。ヤドクガエル。キモ。塗り絵でなんか塗られたみたいな、そういうレベルの色してるね。毒持ってんか、こいつ。てか、なんでこんな色になったんや、こいつ。ねえ。何を思ったんや、神様が。すごい。塗り絵レベル。やったやったやった、クッキー！ 1% クッキー、これは食おう。クッキーで死んでみたいっていう気持ちあるけども。さあ次、15日目のうなぎは食いたい。うなぎ大好きって言った手前食いたい。行くぞ。ドン！うわー、うなぎで死んだら本望。加熱するのを忘れていた。ボンミス。20まで行きたい。20まで行かしてくれ。ブルーベリー。なんとかかんとか、ブルーベリー。よし。そう、次。なにこいつ。低い鳥。食べるのは正気の沙汰ではない。低い鳥って何？なんかドラクエの敵でおらんかったっけ、こんなやつ。低い鳥。ほんまにおんねんよ、こういうやつ。どうなんやろ。フリップの。気になる。気になるからみんな教えて。下敷き 30% って結構高ない？食べようか。OK！よかった。しかし、そっか、あんまり回復せんから、こういうのは無視した方がいいんかな。なんだこいつは。アリゲーターだ。これ、バケモンやん。キメラ的存在じゃない？こいつおんのかな？アリゲーターガーって何や？ガーって何やねん。ガーいる？何や、ガーって。次。シラスでも、おしおしおし。いいぞいいぞ。これは嬉しい。
結構回復した。いいねいいね。なんで鉄アレイ選んだお前そこで。鉄アレイは やばいやろ。5キロもあるやんけ。しかもこれ食べない。20日まで行きたい。頼む。クッキー。なんだお前は。鬼かます。鬼かますは恐ろしい化け物来たけど食べましょう。頼む。ダメでーす。生きる魚雷に噛みつかれた。魚雷って言ってんのに噛みつくんかいなお前。爆発せいや、それやったら。消しゴム。よしよしよし。安定の信頼の消しゴム来ました。さあ次。これレーションちゃん。やった。ついに軍用レーション。一番これが安心できるです。消しゴムと双璧をなす安心アイテム。レーション食ってからのトメイトを食べる。いいぞ。12日、果物が続いております。梨を食う。梨大好き、俺ね。一番好き。果物で一番好きなのが梨。柿は大嫌い。柿は嫌いなので食わない。名札はまあまあ好きなので食べていきましょう。いいぞ。15日目。来たー。青いと9パー。目が離せない。行くぞ。頼む。よしよしよし。もう 9% とかも怖なってきた。次。あー、キノコ 74%。これ絶対ダメ、絶対ダメ。ええぞ。でも20日目いけんちゃう？頑張ろう。あー、鉄アレか。ここで鉄アレは無理やな。57% の5キロ。えぐいね。食べない。頼む。俺に、20日目の。よし、なんだこれ。錦鯉。いいね。食えるぞ。いくぞ。綺麗な色。綺麗っていうかな。なんかこう、してる。よう分かんけど。ない、よう分かんない。さあ次。19日目。カンガルー 50% は怖い。20日目まで行きたいんだ俺は。20日目まで行かせてくれ。ちょっとこれは勇気を持って食わない。さあ次。よし。クッキー、ここでサービスが来て、ついに21日来たぞ。ラクダちゃん、あ、じゃあアルパカか。食べな死ぬ言う出るから死にます。28% って怖いんだが、行くぞ。頼む。来い。よし。よし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 。いける。いけるぞ。ソフトクリームご褒美ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しそう。食べた、うまい。さあ次。よし、いいぞ。初めて、ここまで来た初めて。今回ね、かなり苦戦して。なんだお前は。石膏像。顔見て顔。こいつか、右のやつか。これめちゃめちゃ腹筋割れとんなこいつ。シックスパックいうやつだけども、これじゃあちょっとやめとこうか。拒否して、自分自身食うようなもんやもんな。大きな株。食べよう。20%。頼む。OK! ええぞ。さあ次。画鋲を食いたいと誰が思う？なあ、なんかネジやったらまだわかる。画鋲を食うって結構すごいけど、画鋲食っていきます。よし、いけた。ええぞ、ええぞ。なんだこれ。あ、肉まん？なんだあかんの、肉まんが。形に問題ありか？ねえ。なんやこいつ。スライムだったってオチかな。いやでもちょっと長生きしたいから、拒否ろ。死に様も見たいけどね。なんだ？トカゲ。30% か。いくぞ。頼む。トカゲの尻尾を食え。よし。確率が俺を味方している。確率が俺の味方をしている。ナスビ。ナスビ嫌いやけど食う。ナスビ嫌いやけど食う。さあ次。チョーク。いいねいいね。文房具というか、学校関係絶対最高やから、このゲーム。学校関係ほど美味しいものはない。なんだ？ハリネズミか。4割は拒否。やめとこう。すごい。32から来た。なんて、32割来た。ライン引きはあかんねや。学校関係やな。なんで？ねえ。これもうバリバリいけそうやん、君やったら。バリバリ行きたいとこやけど、ちょっと拒否行って。さあ、次食えるやつじゃないとやばい。頼むぞ。せーの、ドン！お前か。食えるね。食えるね。威嚇してるけども、全然俺の方がでかいから威嚇になってない。そういうやつ。OK。いいぞ。次。蛇口かー。蛇口を食わずにひねってそっから出るもん飲めっちゅう話やけども、行きましょう。せーの、ドン。よし、いけたー。さあ次。パーン。パンうまいー。よし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 。それぞれ20。なあ、気持ち悪いの来たー。ヤドクガエル。これ塗り絵ガエルね。塗り絵されてるよね、どう考えても。いたずらされたとしか思えへんけど。あ、食べなければ死ぬ。83にかけます。てか17か。17% でかけます。せーの、いけ！ダメだー！やっぱり毒は持っていた。ヤドクって言ってるぐらいもんな。持ってんかったらそれはお前、見かけ倒しでございますわ。というわけで、今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。めちゃめちゃ苦戦しました。もうかなりの回数実はやったんですけど、20超えたのが多分 2、3回ぐらいしかなかったんですけども、またね、いろいろ新しい、食い物があってね、ちょっと楽しませていただきました。楽しんでいただけたらね、高評価、ぜひよろしくお願いします。そしてコメントやチャンネル登録もぜひよろしく
お願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。ココロリンクゲームズベイ君でした。バイバーイ。